はい、このチャンネルご覧の皆さん、モリンちゃんことモリンです。前回に引き続き、紹介ですね、日東化学のジャイガーのゼンマイ付きの方を紹介させてもらいます。これは1970年代、大阪万博の、舞台になってますね。ウイスター島という島からですね、なんか石像みたいなのを、その万博出品のために運んだために、このジャイガーがおまけでついてくるという、そういう内容です。で、ガメラと死闘を繰り返すわけですが、なんて言うんでしょう、この映画が上映された後のプランモデルですから、それ以降だろうとは思います。で、ゼンマイ式でこの分は今回ちょっと作ってます。で、作ってるんで、後でまたちょっと動かしてみたいと思いますんで、動かす前に、図面なんかでね、説明させてもらったらと思います。じゃあ、これが図面ですね。ここのところ、アームなんですが、実はこれ作って動かしてると、必ずと言っていいほど、アームにひびが入ったり、折れたりしてね、破損します。で、破損するので、今回はちょっとここのところはちょっとプラ板なんかで強化してちょっと強い目にしました。で、正規な形でね作っても、結局ここのジャイガーの耳の部分で後ろ前足の部分が当たって、ゼンマイ自体がうまく稼働してくれないという欠点がありました。作ってみて初めて分かったんですけどね。で、当時やっぱりそういうふうなことがあると、子供たちって完成したのかな、どうかなとちょっと疑問はありますね。ちょっとね、大の大人ですら作っても途中で動かなくなるというか、全然動かないとなったら、やっぱりうまくいかないのかなーっていうような、そういうふうなイメージしか持ちませんね。ですが、この耳の後ろの部分が、やけにこの当たっちゃうもんで、前足とね、で、仕方がないので、後ろの耳の部分は、ヤスリとかペーパーなんかで削り込んで、で、動かすようにしました。では、ちょっと動かしてみたいと思います。これが意外に早い。巻き立ちの時はやっぱり動き早いですね。で、四つ足ですから、ちょっと見てて、ちょっと味がある動きをしてるなぁとは感じました。ぼちぼち、ぼちぼち。というわけですね、こんな感じでちょっと動いちゃってるんですよ。面白いかなと、四つ足ものとしたらね。で、この大魔獣ジャイガーに関しては、このシリーズ、ガメラとそれとジグラ、それにギャオスにバルゴンまでゼンマイがあって、で、原始怪獣ゴーゴンというゼンマイもありました。で、このシリーズの中でも僕が所持しているのは、ジグラと、あと、ガメラですかね。ですんで、次回はね、ガメラとジグラを同時に紹介してみたいと思いますんで、またよろしかったら見てください。今日はとりあえず、大魔獣ジャイガーのプラモデルでした。